が美味しいっていうのと、肩脇を意識してやってみてください。お願いします。今日は、みんなすごい元気があって、こっち側としてもすごいやりやすかったんで、そういう部分では本当に楽しくできたと思います。あと技術的にも本当に本庄の中学生はみんなレベルが高いんで、はい、それは自信持ってやってほしいと思います。はい、みんな本当にいいものを持ってるんで、それを継続して練習していけば本当に上手くなってくると思うんで、頑張ってください。家で素振りしと、素振りする人、一球一球真剣に素振りしたら多分100本ぐらいでもうバテバテやと思う。だから素振りする時も何気なしにバッと振るんじゃなくて、一球一球真剣に毎日100本でいいわ。400も500も振る必要ない。毎日100本でいいから、自分でピッチャー想定してコース想定して振ってください。OK。 はい、受けた人、受けた人、さあ来い。ミット。じゃあ、判断者、野上選手でした。はい、拍手。積極的に質問はしてきてくれたし、楽しかったと思います。今中学生なんで、4年後、5年後、6年後には、高校卒業する頃なんで、誰かがね、プロ野球界に入ってくれることを期待します。はい、頑張ってもらいたいです。ありがとうございました。